ユベントスで過去にゼネラルマネージャー、GM を務めたルチアーノ・モッチ氏が、イタリア代表のジャンピ、エロ・ベントゥーラ監督を招聘した人物が、ラツィオのクラウディオ・ロティート会長であると明かした。イタリア紙、コリエレ・デッド・スポルトが16日に報じた。モッチ氏は、ベントゥーラはラツィオの監督になるはずだった。ところが彼らは、サレルニターナ、県セリエ B 所属の監督になる予定だったシモーネ・インザーギを呼び戻した。そうして、ベントゥーラは代表監督に就任したんだ、と、就任に至った経緯を明かした。ロティート会長の関与、私がクアドリフォディオホテルに、合わせたとき、ベントゥーラとサレルニターナの幹部がいたんだ。そこにロティートが後からやってきた。その後に、イタリアサッカー連盟の、タベッキオ会長が、代表監督を発表することとなっていた。私は、ベントゥーラが代表監督に任命されることは分かっていたよ。ロティートはしたたかな男だ。しかし、彼が引き起こした損害はとてつもないものだ。ロッチ氏は、ベントゥーラ監督がイタリア代表の指揮官に任命された舞台裏を明かしつつ、ワールドカップ本戦出場を逃した戦犯とも言えるベントゥーラ氏を代表監督に押した責任は大きいと強調した。